こんにちは、ずんだもんです。今回は Windows ノートパソコンを MacBook Pro にしちゃったらどんな感じなのかと、最後にそのやり方への動画を紹介するのだ。結構リーズナブルなお値段で手に入るもの、さらにちょっとひびが入ってるとかいうものを探して買ったのだ。作り方は最後にお見せするとして、どのくらい動くか試すのだ。これが元8000円のバーサプロ VK23LBGDT なのだ。第6世代の CPU なので、今から7年くらい前のものなのだ。かっこいいとは言えないけど、仕事向きのノートパソコンといった感じなのだ。スペック的にはこうなっているのだ。 i3 なんてしょぼいって。じゃあ実際にやってみるのだ。とりあえず電源をポチってみるのだ。まあ7年前のものだからまったりめなのは仕方ないのだ。選択画面を見ると4つのメニューがあるんだけど、左から Windows11、Ubuntu22.04、オープンコアでのベンチュラ、クローバーでのベンチュラなのだ。だから右2つは同じものなので、トリプルブートなのだ。と言いつつ、起動時間を測ってみてるのだ。アラモをついたのだ。 Windows11 がコールドブートで15秒でログイン画面は i3 のくせに結構早いと思うのだ。5秒でスタートアップの CPU 負荷メーターが出たのだ。すでに 100% 切ってるので、ちゃんと整備さえしておけば結構早いのだ。まあノート PC なのだから、ウェブとオフィスくらい使えればいいのだ。表示できるかぐらいは確認するのだ。Wi-Fi もあってか、ちょっと描画は遅いのだ。見えるのだ。大丈夫なのだ。最大化でも全然滑らかなのだ。フル HD に設定してどうかといえば、これも問題なしなのだ。GPU 負荷も少ないのだ。するのだ。シャットダウンはちょっと時間がかかるみたいなのだ。まあ Windows なのでそんなものなのだ。今度は Ubuntu22.04 を測ってみるのだ。アルファさんは萌え文字のスタッフなので、萌え文字になってるのだ。これもコールドブートでログインまで15秒ちょっとなのだ。
で、ランチャまで出て約30両、普段使いできると思うのだ。やっぱり同じように、YouTube を見てみるのだ。ここは Wi-Fi の用意がまだだったようなのだ。フル HD に設定してみるのだ。全然問題ないのだ。それじゃ再起動してシャットダウンの速さはどうか見てみるのだ。すんなり終わったのだ。では最後はいよいよ MacOS ベンチュラを起動させてみるのだ。コールドブートでログイン画面まで25秒、普段使いでもいい感じだと思うのだ。ここからは MacOS だとトップバーにいろいろスタートアップしたプログラムが並ぶので、それが揃えばだいたい起動完了なのだ。ここで揃ったのだ。55秒くらい。7年前のノートパソコンだから十分です。そうそう、今のところ要注意なのは Wi-Fi の作り込み方に2つ方法があるんだけど、一見綺麗に見える方法はかっこいいけどちょっと不安定なので、ちょっと触るとついたりすることがあるのだ。これはかっこ悪い方法ならちゃんとうまくいくし、いずれにしてもつながらないわけでないので無視しとくのだ。さて、同じように YouTube を見てみるのだ。それから全画面にするのだ。とっても当たり前にちゃんと動いてるのだ。なんかそもそも元値8000円とは思えない使いっぷりなのだ。アニメーション的な反応もきちんと早いし、いい感じなのだ。
ットダウンの様子を見るのだ。結構あっさり終わったのだ。実時間での測定はこんな感じだったのだ。もちろんここでは MacOS について詳しくはいじってはいないけど、機能的にはトップスピードが CPU 並みに遅いだけであって不快だっては変わらないのだ。おさらいとしてまたスペックを見てみると、 i3-6100U っていう CPU は遅くって使えないんじゃないって思うけど、実際に試すとそんなことはないのだ。それは i5 や i7 がいいのは当たり前だけど、トップスピードで使うときに差が生まれるのであって、用途が軽いなら全然気にならないのだ。こういったところをセールストークで騙されやすいのだ。この機種は今 Windows10 の終わりも相まって、実は Windows 以外でも Web やオフィスくらいはご家庭ではなんとかなるので、フグンツやベンチュラなんかを入れると実用的にまだ使えると思うのだ。つまり頭さえ使えば10年くらいは十分に使えると思うのだ。皆さんはどう思いますか？さて最後にベンチュラの動かし方については動画を貼ってちゃんとお示しするのだ。